コウジさん、お疲れ様です。えー、まあ最近のね、近況をレポートしていただきまして、ありがとうございます。11月9日からということでね、まあ12月ぐらいには商売が始まるみたいな見通しが、改めてね、聞けて、とても嬉しく思っております。そして、なんかこう、期待の大きいね、気持ちになってきましたね。まあ気うことなく、着実にやってくださると思いますので、えー、コウジさん、本当体に気をつけてね、 本当にいい仕事ができることを願っております今回多くの人のご協力いただきましたクラウドファンディングで8月の末ものすごくね最終的にやり取りをたくさんの方がしてくださってものすごく盛り上がったなと思うんですけどもまあ燃え尽き証拠軍ではないんですけども一旦ねお金が集まってしまってで私の方も浩次さんのクラウドファンディングに対して放送がちょっとねあんまり頻繁でなくなると まあなんとなくなんか、過ぎちゃったような感じにもなるんですけども、でもね、やっぱこれからはコウさんの勝負になってきますし、まあ出資された方も何もかも終わったわけではなくて、まだこれから始まるわけですからね。うん。なんかいいっすね、こうやって、多くの人にお手伝いいただいて、なんか一つの目標に向かっていくって、いいっすね。はい、ありがたいと思います。えっとね、私が使ってるカメラの話なんですけども、ソニーのね、 VG1G G ってやつなんでこれ Vlog カメラっていうふうに検索するとよく出てくると思いますけどもちょっとこれで撮ってるんでねお見せできないんですけどもまあコンパクトにこのぐらいのやっぱ大きさでねでレンズがビューっと出てきてでちょっと単価がね10万円するんですよ10万円するんでおいそれとは買えないんですけどもその Vlog って言って、えー、これ動画撮影自撮り撮影に向いてる商品なんですよねこれがカメラなんですよね でどういうところが向いてるかっていうとなんか後ろがちょっとボケるような感じで映るのとあと商品こうやってねレビューするときにグッと前に寄せるとこの商品にピントが合うでしょで私がちょっとボケるじゃないですかね、こうやってでヒュッと引くと顔に今度ねフォーカスが映るんですよだから今日皆さんに紹介する商品はこちらですとかやったらねこっちにピントが集まって見やすくなる、ね、で下げると こちらの人物にフォーカスが当たる。これが大きなポイントですね。うん、その他、音も映りも、私が以前使っていた S6900 クールピックスよりも数段いいですね。クールピックスはメモリーが軽いんで、よく使っていて、まあ何台もデジカメね、クールピックス同じのを5台も6台も持って、で、カメラ自体もあんまり録画をするとね、熱くなって撮影できなくなっちゃうんですよ。そういうのもあって、何台も持っていたんですけども、現在はね、この VG-1G、 一本で入れ替えることなくできますので、非常に便利だなと思ってます。で、メルカリとかで安いのを探しても、やっぱ9万何千円とかするんで、値段がなかなか落ちないですね、これはね。えー、VG1G の前には VG1 っていうのが出てたらしいんですけども、こっちの機能はちょっとわからないんで、まあもしね、10万円前後する商品なんで、なかなか手が届かないと思うんですよ。私も結構躊躇しましたんでね。難しいかなと思いますけども、ご購入の際はサイズを。 サイズっていうかね、その型番を間違えないようにしていただきたいかと思います。うーん、そうですね。あ、でもマイクがね、浩二さん買われたんですかね、そういえばね。あ、ちなみにね、今回送っていただいた動画、結構音声ち、なんかすごく聞こえにくいっていうか、ちっちゃかったみたいですね。うーん。まあでも、バックにね、私の書いた、ちょっと僭越ながらサインが <laughs> あって、気恥ずかしいもんがありますね。でもありがとうございました。これからも、 強い関係をこの変わるの関係を強い信頼とね変わるの関係を願っておりますうんまあ夜中に起きて動画撮ったんでちょっと喋りがね <laughs> いけてないかもしれませんけどご容赦ださい、えー、現在3時19分でございますじゃあこれから速家塾の相場解説なり、えー、他の動画配信なりの準備を始めさせていただきます浩次さんお疲れ様ですありがとうございます